上宗隆さん、普通にレジェンドなのになぜかカリスマ扱いされない。すごい選手なのに、イチロー大谷みたいなカリスマっぽい感じないよな。なんでなんや、まだ若すぎる。顔がね、なんか理念みたいなものを感じないから。自分に甘すぎる。でも山川と違って柔らかさないし、筒香みたいに勘違いした意識高い系じゃないよ。三冠王の翌年に神宮戦になったらなぁ。まだレジェンドは言い過ぎ、松中でもレジェンド扱いされてないのに。松中56本打ってないけど、野球に対する情熱は本物なのに。どんくさいエラー祭り。メディアのカリスマ扱いは見た目良くて守備もレベル高くないとされないやろ。今シーズンオフにメジャー行かせろって揉めそう。WBC でブスくれてた印象が強い。山田もやらかさないけどカリスマ扱いされないし、むしろ癖あった方が何かと注目されるんちゃう。平成以降24歳でカリスマ扱いされてたやつおるんか。逆にダル、2年目にはもう全国区。熊本のテレビ去年村上、今年成成功出身の大竹投手、村上の無の字も出なくなった模様。山田哲人に復活してほしいんやが。山田も村上も在京なのに人気がジャイアンツに全て持ってかれるから、イチローは神戸で大谷は北海道でスターやったし。そりゃ日本のプロ野球ファンの4割を占める超人気チームに対して、アカンすよってディスったら人気出えへんわ。バレンティンがいなかったらもっと神格化されてたかもな。もうメジャーでええやろ。守備位置もコンバートしてあげてほしい。あと2年か。とりあえずファーストかレフト行く方がええやろな。ぶっちゃけ大谷が最後のカリスマや、大谷の後じゃみんな普通の人や。現役でレジェンド扱いされる選手なんかおらんやろ。大谷とか最近だと柳田、坂本、菊池、山田の全盛期とかはレジェンドというかカリスマ扱いと言っていいんちゃう。坂本以外数字的にもメジャー行ってないし、微妙それプラス大谷だるくらいやろ。 WBC 前までは良かった。マスコミに騒がれて打てなくなるとかメンタルが弱すぎるし、守備下手でも上手くなろうとしない、慢心する癖がある。 WBC の村上のセンターオーバーで湧き上がるヤクルトの映像好き。あんな守備じゃメジャーなんかいけないやろ。まだそこまでやっとらんだろ、もう数年や。やるなら今年ポスティング。年齢的に見てポスティングはライト。